新元号令和に決定しましたね。令和、かっこいい響きだと思いますが、皆さんはどうですか？こんばんは、ミステリー案内人です。転んだら死んでしまう村の夢を見たことがありますか？この夢は共通夢といって、多くの人が共通して見る夢だと言われています。ちょうど今、転んだら死んでしまう村に入っていった人がいますので、夢を覗いてみましょう。ん？ここはどこだっけ？農村って感じだな。うわ、これって死んでるの？あたりには青紫色に変色した人が横たわっていた。一体どうなってるんだ、この村は。しばらくすると少女が走ってきた。こんにちは。お兄さん、何もない村だけど、ゆっくりしていってね。あのさ、ここって周りに人が倒れてるんだけど、なんかあったの？ここは転んだら死んでしまう村よ。転んだらあなたも死んでしまうから、足元には気をつけてね。じゃ。と言った矢先、少女は死体につまずいて転んでしまった。みるみる顔色が青紫色に変色していった。嘘だろ。ここからは内容に個人差があるみたいですよ。やばいから帰ろう。お兄さん帰っちゃうの？僕たちと竹馬やろうよ。え？うん、いいよ。てか竹馬ってわざと転ばせる気か？うわあ！どうしたんだ？うわあ！少女たちが笑いながら刃物を持ってこちらに走ってくる。やべえやつだ。逃げろ。おい、お前転ぶなよ。だから言ったじゃねえか。今のは何だったんだ？この村の夢を見た人たちの証言によると、少女たちから逃げ回った、竹馬をやらされた、何事もなく目が覚めたと様々です。不思議なことに、夢の中で転んでしまった人の証言は一つもありません。転んだ以外の証言はたくさんあるのに。ということは、夢の中で転んでしまった人は現実で本当に死んでしまうということなんですね。三年峠に似たお話ですね。